ぜひお受け取りください。おめでとうございます。安住さん、まずは感想をお願いします。ありがとうございます。本当になんかハートウォーミングなコマーシャルの後になんかお耳汚しの本当にくだらない私の恨みつらみを申し訳なかったなと思っていますけども光栄です。本当に嬉しいです。ありがとうございます。 TBS ラジオの安住紳一郎です。本当にありがとうございます。放送局に就職しましたのが、1997年で、就職してすぐに先輩に言われたのはラジオはもうなくなるだろうからということは常々言われてて、ああそういうものなんだと思って、なるべくじゃあ関わらない方がいいななんて思ってたんですけども、それから26年ですか経ちまして、なくなりこそはしませんでしたけども、本当にいいことはほとんどありませんでした。経営者の優柔不断さもあるんですけれども、 BS ラジオをやるからスタジオ開けてくれって言われて開けたりしたらなくなったり、ポッドキャストやるからポッドキャスト作れって言ったら今度ラジオクラウドにしてくれって言われて、そしてまたポッドキャストに戻してくれって言われたり、あとは伊集院さんが怒って出てっちゃったり、あとアリコンさんの番組始まるから手伝ってくれって言われたら当日行ったらアリコンさんがいなかったりとか、本当に決していいことはありませんでした。で、新しい動画のメディアとかが出てきて、それに負けないようにやろう、そういうふうなスタッフの発言があって、よしじゃあ少しバズるような発言も放送に盛り込んでいこうと思って発言したら、スポニチアネックスとかに好きなように書かれて、そしたらラジオも聞いてない人にネットの記事だけ見てボコそこに炎上加減になっちゃったりとかして、もう本当に心に塗る薬がありません。ただでもなんとなくずっと続けています。そしてラジオが好きと言ってくださる全国の皆さんがいるからずっと続けてこられたと思っています。桜井さんはじめ選考委員の皆さんに本当に心からお礼を申し上げます。放送批評懇談会60周年おめでとうございます。アシスタントの中澤さんとリスナーの皆さんと一緒に喜びたいと思います。ありがとうございました。いえいえ、安住さん、はい、まだまだです。あららら、まだまだです。すいません、ラジオで大怪我をされて、ええ、そのかさぶたが癒えないまま、はい、しかしそのかさぶたに最高の難航が届きましたね。もうラジオパーソナリティ賞、ええ、はい、ありがとうございます、はいはい、DJ パーソナリティ賞ですよ。この喜びの瞬間、はい、どなたと分かち合いますか。これはですね、本当TBS ラジオをずっと長らく支えて DJ パーソナリティ賞に届かなかった諸先輩方と共に喜びたいと思いますまあ本当にこんな、ね、おめでたい席で文句言うわけじゃありませんけども、やっぱりラジオはどうしてもね、社用なメディアでそんなに枠も多くないので、当然広告収入も少ないので枠が少ないのはよくわかるんですけども、まあ、我の強い先輩方がたくさんいて、で大体これ撮るとまあ局内では若干嫉妬の対象になるんですよね。なので、まあ、私も19年やってきて、まあ、いろいろな評価されてるんで、まあ、特別今これもらう必要はないなと思ったんですけども、もう本当に生島ひろしさんとか露骨にね嫉妬してきますしね。あとじゃあ森本武郎さんなんてあんなに毎朝ずっと頑張ってるのになんであげないんだとかね、浜村淳さんにこの報告どうしたらいいんだとかいろいろあるじゃないですか。なのでこの枠を増やしてほしいなと思っております。増やしていただきましょう。そうですよね、はい、すいません、ごめんなさい、本当に晴れがましい席で恨みつらみになっちゃって、いやまだ終わりませんよ、長野さんからもありますから、すいません、はい、もうスポニチの方本当に自由に書いてください、はい、もう安住さんといえばアナウンサー界の大谷翔平ですよ。どういうことですか中野さんいや本当に素晴らしいご活躍で、あんまりいいこともないみたいですけれども、これからも社員アナウンサーにこだわられるんでしょうか。そうですね、それ長野さんが言って説得力ありますあれ、ええじゃないですよ。できればその理由も含めて社員アナウンサーにこだわられるのか、ぜひ。はい、本当にTBS の佐々木社長って今ホールディングスの社長やってる人間がいるんですけども、優秀なアナウンサーがフリーになるっていうだけじゃなくて、優秀なアナウンサーこそ局に残ってほしいということで、いろいろ待遇面などを相談させていただきまして、非常に理解のある社長で、ぜひ局アナとしていろいろこれからもやっていこうというような話し合いが何年か前にありまして、でテレビラジオの変革期にこうまあドラスティックに関われるのが、まあ、放送局員という立場でもあるなということで続けておりますが、その施策とは裏腹に近年離職者が相次いでおります
なんだか妙に生々しい受賞スピーチになりました、ね、はい、リアルです、はい、まあさすがね大谷翔平選手なぞらえた二刀流ですもんね。そうですよ、もうね、レディオ NTV J アラートからもうね、ラジオの DJ から本当に二刀流で、これからもぜひ社員アナウンサーとして頑張ってください、はい、ありがとうございます素晴らしい賞なんで笑顔でお願いします。